声の声援や立ち上がっての応援、ご自身のお席から移動しての応援はご遠慮ください。本日の試合はジェナスリーグ公式戦に祝40周年住み心地一番カニ指名昇竜2022中日ドラゴンズ対横浜 DeNA ベイスターズ第14回戦です。試合開始は午後2時を予定しています。皆様どうぞ最後までごゆっくりご観戦ください。本日も
車の先以外はマスクの着用お願いいたします。新車の先以外はマスクの着用お願いいたします。皆様本日はご来場くださいまして誠にありがとうございます。本日の試合はジェナセリーグ公式戦祝40周年住み心地1番パリシテイ昇竜2022中日ドラゴンズ対横浜 DeNA ベイスターズ第16回戦です。ではここで両チームの先発メンバーとアンパイアをお知らせいたします。まず先頭の横浜 DeNA ベイスターズ
場所にご注目ください。この後はチアドラゴンズ2022とチアドラゴンズによるダンスパフォーマンスをお届けいたします。今日の出演はチアドラゴンズダンスレッスン2中日文化センターの皆さん、およそ25名での登場となります。ぜひ皆さん温かい手拍子で一緒に盛り上がってくださいね。行っちゃった。もうちょっと戻って。行きましょうか。では行きましょう。チアドラゴンズ2022チアドラキッズでランドスケープ。
背番号は15セカンド石垣正美背番号32ファースト綾部ビシエロ背番号66キャッチャー木下パリア背番号35試合に先立ちまして始球式を行います。投手を務めてくれるのは第42回全日本学童軟式野球大会谷市予選で優勝しました高平ライガースキャプテン佐藤和志さんです。大きな拍手をお迎えください。見事な一番谷市10年後も市民が笑顔で暮らせる街づくりをしている谷市にこれからもぜひご注目ください。それでは和志さん投球をよろしくお願いします。
Thank you.
2回の表ベイスターズの攻撃は5番サード宮崎、サード宮崎背番号51、ラララ
ピッチャー、ロメロ、背番号42。
それはどうでもいいわ。
愛知銀行が序盤戦が終了しました。このお時間はチアドラゴンズのダンスでお楽しみください。いきましょう。チアドラゴンズ2022ライザーボールド。
ゴン3阿部俊樹。
これThank you.
Thank you.
6回の表ベイスターズの攻撃は2番センター桑原。
5番キャッチャー木下拓也。6番レフト楠本。
伊藤ひかる。Thank you.
平田。同じく代打としました大和がそのまま入りショート。8番ピッチャー平田、背番号34。
ストランナーは5号背番号0-0。
ールは1番ライト海老名。1番海老名に代わりまして、バッター太田。4番セカンド牧。代打いたしました太田がそのまま入りライト。ピッチャー平田に代わりまして石川。8番ピッチャー石川本坊95以上に代わります。
は二十歳になって大人の投球を見せれるように頑張ります。Thank you.
レストランシートプライムワンの審査チケットをお持ちのお客様です。係員の指示があるまではご自身の座席でお待ちください。クオリティスタート賞は高橋宏斗選手で、アサヒ飲料からミチアソーダー1ケース、ドラゴンズには勝利チーム賞として